知らぬ間に気づいてた自分らしさの檻の中でもがいてるなら僕だってそうなんだ。暗いの汚れ物ならば残さずに全部食べてやる。おたり君は誰、真実を握りしめ、いらなすような街並みに語って、感情さえもリアルに持てなくなりそうだけど、こんな不調和な暮らしの中でたまに情緒不安定になるだろう。でもダーリン、どこに悩んだり将来を君に誰かの手にして過ごしてる。知らぬ間に気づいてた自分らしさの檻の中でもがいてるなら僕だってそうなんだ。誰かを傷つけたとしても、その度から痛めるような時代じゃない。誰かを思い当たりになり、自分の目突き刺されだけど、あるがままの心で生きようと願うから、人はまた愛情っていう形のないもの、伝えるのはいつもこの